知らない人も多いかもですが、実は国会では先週から予算委員会が行われています。そこで本日、毎日新聞に掲載された記事が波紋を呼んでいます。朝日新聞、公用車購入やトイレ改修はコロナ対策。野党追及、補正予算案成立へ。西日本新聞は、立民、参院選で対決姿勢鮮明。参院予算でコロナ予算、無駄追及。毎日新聞だけはこんな記事でした。選挙 PR 露骨な国会質問、予算委に参院選立候補予定者ずらり。国会や二回制民主主義の仕組みを全く理解していない記事です。国会議員が有権者の支持を獲得するために王道あるべき姿が、国会での質疑、答弁を有権者に直接見てもらうことだから。それを揶揄するのは、議会制民主主義を毀損する行為です。記者に猛省を促したい。この観点でむしろ非難されるべきは、国会での議論を詳細に伝えない、マスメディアのあり方ではないでしょうか。マスメディアが、日常的に、国会での議論を消耗すれば、NHK 中継される予算委員会という資源の希少性は解消されます。毎日新聞も、先輩諸氏が嘆いているのではないかな。昔は、もっとまともで、政府の至らなさや隠蔽体質を追求する姿勢が見えたものですが、今は、時の政府、権力の思うまま。情けない。毎日新聞、デジタル購読やめようかという、ひどい記事だな、これは。いや、別に立憲に批判的でもいいけど、これ、ろくに国会も見たことなくて、上辺だけ、なぞって書いてるだろ、この記者たち。政党が、予算委員会を見てくださいと、視聴を促すのは当然だし、私のような支持者が、SNS で動画を作って流すのも当たり前というか、選挙前関係なく常日頃からやってるし、別に悪いことでもないのに、露骨な PR ってどういうことだよ。クソが。この記事によると、維新以外は、自民も公明も、改選組なわけよ。でもパッと見、立憲だけが露骨に PR 活動してる、みたいな、悪意のある書き方してるし、そもそも、蓮舫、小西博之、有田芳生、森裕子って予算委員会の常連というか、露骨に改選組とか書かれる筋合いはねえんだよ。毎日新聞、契約やめる。今すぐ社屋に行って抗議したい。私たちの知る権利すら宣伝だってよ。ふざけるな。ちなみに、蓮舫さんの質疑は、選挙 PR この写真は、委員会が始まる前のものだそう。SNS で、委員会質問の場面の動画を流し、宣伝に使う手法も、支持者の間で定着している。これでも新聞。立憲国会対策委員会の公式アカウントも、所属議員の質疑順やネット中継リンクを掲載し、支持者に視聴を呼びかけた。ネット交流サービス、SNS で、委員会質問の場面の動画を流し、宣伝に使う手法も、支持者の間で定着している。樋口、古川。蓮舫さん、裕太さんの追もご参照ください。この記事では、私たち有権者まで宣伝していると書いています。私たちは、まともに国会中継をしない、NHK まともに報道しない新聞ばかりの中、SNS を利用して、国会を見て知る権利を行使しているだけ。毎日新聞には断固抗議します、リアルでも。宣伝ってなんだよ。私たちの税金が不当に使われていること。疑問に思っていること、やってほしいことを国会で審議してもらうために国会議員がいるんじゃん。それをやってもらったって言って何が悪いよ。そんなの与野党関係ないじゃん。そもそも、与党が私たちのやってほしいことをやってくれればいいじゃん。福祉、保健、医療、教育、年金カットして、消費税は上げて、軍事費は天井知らず。そんなの、私たちの望んでいることじゃないよ。新聞社の人たちは、本当にそれを望んでいるの。消費税を据え置いてもらい、首相と会食をし、そして野党を批判し、私たち市民を愚弄し、民主主義を殺しに来てる。本当にそれでいいの。小木雄太記者。覚えておこう。さっきの毎日新聞を改めて読んだが、同じ国会論戦の記事で、こうも違うものかと。
毎日の目のつけどころは、小西議員の質疑の中身ではなく、最後のおまけのやり取りや、蓮舫氏の担当者に問う回数、さらには回線が非回線か、読者は、中身には興味ないと思っているのか。馬鹿にしている。税金の使われ方の厳しいチェックは、蓮舫さんの仕事。持ち味。でも、PR で、何が、悪い、他に PR する、場所内で、諸野党の姿が見えないとか、野党は、埋没とか普段言い立てておいて、維新の自党 PR は、もっと、露骨、いつも他党批判までやるだし、国民民主も、私たちは、提案型ですと PR するし、政権を目指すのであれば、国家像も示さなきゃならない。一方、与党監視もしなきゃならない。与野党均衡していない少数の野党第一党って、そもそも動きが難しいんだということを無視しすぎなんですよ。それを無視して文句言ってる人って一番の現状維持派なので、はとすら思いますね。質問の中身をろくに伝えず、やゆ、毎日デジタル、一月契約したけど、解約。昨日の国会審議をネット中継で見ていたけど、的確な答弁ができず、たびたび審議を止める原因になった大臣たちの写真は載せないの。このクズ記事を書いた樋口、古川という毎日の記者は、与党は選挙 PR 質問をしてないとでも言うのか？あまりにもひどい、野党を貶める記事。自分たちだけの利益陳情の与党質疑より、庶民目線でいいこと聞いてた。どの党の言い分がいいのか見て、参考にする場で党の方針アピールするのは、当然だ。知る権利を守るべきマスコミが与党より。昨日の予算委質疑は、選挙を控え、負担の方がはるかに大きかった。それでも、重要な国政選挙を前に、国民の皆さんにマスコミが報じない岸田政権の物価高騰、コロナ対策などの重大な失政を懸命に伝え、その解決策を提示した。毎日新聞は残念な限りだ。この記事は間違っています。私が質問に立ったのは、党内の会議で、沖縄の南西諸島への自衛隊配備の強化は、問題だと何度も発言したのを森裕子参議院幹事長が聞いて、数日前に急遽指名されたのが理由でした。本土復帰50年がクソのような節目だからです。野党側、外交努力で中国を抑えるべき、岸田総理の防衛費増額表明に、日テレニュースの野党側というのは、立憲民主党の有田芳生議員です。あの記事変わって思う人が増えたら、報道に対して変わって思えるリテラシーを身につけたい。昨日はそういう予算委だった。蓮舫さんでも、ああいうのを扱うと自治体批判のようになってしまうとしたら、難しいんだな。緊急時だから何にでも使えるは間違いじゃないし、真にコロナ施策だったか検証も必要だし、精査が適切だったかも。ふみきゅんも蓮舫さんも自治体もおかしくはないと思うの。野党が提案するのが悪いのでなく、今の国会は野党の提案を組んだり活かせるようになってない。国民民主党さんのように与党化していくか、提案を取り入れた政府与党の功績になっちゃう。国会がもっと変われば提案型もありかもしれんけど、討論で提案型標榜されると辛いものが。新聞読んでて思ったんだけど、公平ってこういうこと。予算委員会での首相と泉代表のやりとり、どっちも草しながら書いてるんだけど、参院選前だからといって、財源も示さないで、やるって政府側が言ってることを単体でつかないのは、相当おかしい。与党、VS 野党で書いてるのかもだけど、さ。与党、VS 野党の政局記事が多いけど、まず私たちがされてること、これからされることを、私たち側、視点に立って書いてもらいたいものです。血税の使われ方なんて、私たちが、されてることの最もたるもんじゃん。普段通りの質問を、普段と同じ議員がやっているのに、選挙向けと断ずる毎日新聞。普段の質疑も選挙向けだと言われれば、広い意味ではそうだが、写真の議員さんたちは、質疑の姿勢や内容を変えたりはしていない。普段から、野党の提案に関心を寄せないから、おかしな報道になる。